こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、高速道路では史上最悪の犠牲者数となった、笹子トンネル天井板落下事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。トンネルっていいイメージないのよね。落石とか落盤が起こって閉じ込められたらどうしようとか想像しちゃうわ。暗いし狭いし、なんか息苦しいのよね。便利さの代償とはいえ、通ってる時は早く通り抜けたい気持ちになるわ。霊夢、トンネルになんかされたのか？最近の高速道路のトンネルは道幅が広くて安全だし、すごく明るくて運転してても気持ちいいぜ。それにトンネルは山道に多いから、旅行でよく通過するイメージだな。旅行気分になってテンション上がるぜ。私はトンネルはいい印象を持ってるな。ちなみに今回解説する笹子トンネルは、1977年に開通した古いトンネルだ。霊夢の想像に近いかもな。それじゃあ当時の状況から解説していくぜ。頼むわね。事故が起こったのは2012年12月2日、8時5分だ。場所は山梨県、中央自動車道上にある笹子トンネルの上り線だ。日曜日の朝だったため交通量は普段よりは少なかった。トンネルは換気のため上り線側がやや上り坂になっており、日中は慢性的に渋滞するポイントだった。じゃあ時間がもう少し遅ければ、さらに大変なことになっていたのね。トンネルの長さは4784メートル。事故が起こったのは出口から1700メートルのところだ。突然トンネルの天井を覆っていたコンクリートの天井板が崩落した。崩落は奥へ奥へと連鎖して行き、最終的に138メートルにわたって270枚の天井板が崩れ落ちてきた。コンクリート板は縦5メートル、横 1.2 メートル、厚さは8センチから9センチ。その重さは、なんと1枚で 1.2 トンもあった。逃げ場のないトンネルで、1.2 トンの板が270枚落ちてきたのね。怖すぎるわ。この事故で、下を走っていた3台の車が下敷きになり、うち2台は発火した。トンネル内は熱と煙に包まれてしまった。トンネルの換気システムで換気はされなかったの？このトンネルはその天井こそが換気システムの機能を持っていたんだ。天井板が崩落したことで換気機能は失われていた。事故後に東山梨消防本部のレスキュー隊員がすぐさま駆けつけたが、熱と煙が充満しており、救助は難航した。残った天井板が崩落してこないか、恐怖と戦いながらの救助活動だったという。災害や事故の現場で働く人たち、ほんと尊敬するわ。救助は翌日の12月3日まで夜通しで行われ、最終的に車で下敷きになった9名の死亡、2名の負傷が確認された。この数字は高速道路史上最悪だ。犠牲者のうち1名はトラックに乗っていて巻き込まれた男性だった。事故直後は携帯電話で同僚に連絡するなどしていたが、救出された時には死亡していた。9名も亡くなるなんて、最悪の事故ね。一体なぜ、天井板がいきなり落ちてきたの？それだよな。まず、トンネル上部の構造について説明し、その後原因へと進んでいくぜ。このトンネルは横流換気という換気方式が採用されていた。横流換気とは、天井を左右に空間に分割し、片側から排気ガスを吸気し、もう片側から新鮮な空気を送り出す方式だ。トンネルの長さや交通量に左右されず安定して換気できるのがメリットだ。かつては長いトンネルでは広く採用されていた。逆に、デメリットもあるの？天井の空間を必要とするため圧迫感があった。また、トンネル内の天井すべてに施工されるため、メンテナンスや点検には大きなコストがかかった。なおこの事故が衝撃的すぎたため、一気に換気方式の転換が進んだぜ。現在はジェットファンによる換気が主流だ。要するに巨大な送風機で換気するわけだ。横流換気に比べて換気能力は低いが、排気ガス規制で自動車から排出されるガスが減っているため、相対的にジェットファンでこと足りるようになった。コスト的にもジェットファンの方が有利だ。で、横流換気の構造だが、吸気用、排気用として空間を分けるための隔壁が天井から垂直に取り付けられていた。どうやって天井と固定されているの？ CT 鋼という T 字型の鉄筋がアンカーボルトで天井に打ち付けられており、隔壁はその CT 鋼に締結ボルトで固定されていた。隔壁の下部にもこの CT 鋼が固定されており、前述した天井板は、この下部の CT 鋼と、壁側に取り付けられた金具に乗っかる形で設置されていた。天井に打ち付けたアンカーボルトで、隔壁と天井板、あと上下の CT 鋼の重さを支えていたわけね。ああ。このアンカーボルト1本あたり 1.2 トンの荷重がかかる計算になる。ネジ1本で 1.2 トンも支えられるの？ネジとアンカーボルトは違うぞ霊夢。
このボルトは締め付けによる固定に加えて専用の接着剤を使用することでより強固に固定される。計算上は4トンの荷重に耐えられる性能があったんだ。なるほど、部材の構成については分かったわ。結局、崩落の原因は何だったの？調査で分かったのは、アンカーボルトが4トンの強度を得るための要となる、接着剤が一部のボルトでは少なかったようだ。また東日本大震災ほか、40数年間で地盤の歪みを累々と受け、とうとう崩壊したという説もある。紆余曲折あったが、国土交通省の最終報告書では、重さで天井のボルトが抜け落ちたことが原因とされているぜ。4トンまで耐えられるって話は？本来の性能が発揮されていればな。開通から40年以上経っているが、ボルトは一度も交換されていなかったし、定期点検もお粗末だった。このトンネルは一応、年に1回は簡易点検、5年に1回は詳細点検が実施されていたんだ。そしてなんと事故の3ヶ月前となる2012年9月に詳細点検が実施されたばかりだった。事故直前の詳細点検ね。結果はどうだったの？結果は、どこも異常なし、とされていた。そんなわけないじゃない。3ヶ月後に大事故になってるのに、何も予兆が見つからなかったっていうの？そうらしいぜ。ちなみに事故直後に再検査した結果、670以上の異常が報告された。事故の原因となったアンカーボルトに至っては、11613本のうち、1211本に緩みや欠落が見つかった。何それ、どう考えても事故前の詳細点検が適当すぎるじゃない。だよな。高速道路3社で共同作成した検査マニュアルでは、必ずダウン検査を行うよう記載されていたが、このトンネルを管理するネクスコ中日本では、目視確認で異常があった場合しかダウン検査していなかった。そしてそのダウン検査は2000年以降実施されていない。ずさんすぎるわね。マニュアル違反じゃない。ネクスコ中日本は、マニュアルはあくまで大枠なので多少改変して運用したとしても違反ではない、とコメントしている。その後ネクスコ東日本から、目視検査もダウン検査も、両方行うのが普通であるとツッコミが入っているぜ。ちなみに、まだ天井の構造で話していないことが一つある。何それ教えてよ。天井のアンカーボルトが数本外れたぐらいでは、通常は270枚もの天井板が連鎖的に落下するはずがない？そう思わないか？確かにそうね。その部分の数枚が落ちるだけって気がするわ。どうしてそうなったの？今回はアンカーボルトが外れた結果、アンカーボルトで固定されていた上部シーティー鋼ごと落下したんだが、この上部シーティー鋼は6メートルあり、10枚の隔壁、天井板と連結されていた。上部シーティー鋼一つが落ちるとそれらがまとめて落ちるってことね。でもそれでも20枚ね。じゃあシーティー鋼をまたいで、こんな風に隔壁が連結されていたらどうだ？これじゃあ橋渡ししてる隔壁が引っ張って、次のシーティー鋼も落ちちゃうわ。ああ。こんな連結がされてる区間があったんだ。確かに隔壁を使ってシーティー鋼が連結されていれば強固だが、ひとたび想定外の事故が起これば被害は連鎖してしまう。万一の被害を最小化するという考え方がされていなかった。これが連鎖的に天井板が崩落した理由だ。逆によく270枚で済んだわね。全部落ちてもおかしくないわね。ここからは事故後の状況について解説するぜ。事故後、笹子トンネルをまたぐ区間は上下線とも通行止めとなった。上り線は復旧のめどが立たず、下り線も点検のため1週間はかかる見込みだった。その間は一般道による迂回が案内され、迂回路である国道20号線の交通量は1日あたり事故前9000台だったのに対し、事故後は2万4000台に急増した。高速道路を使用した場合に比べて、少なくとも1時間、渋滞の激しい時間帯は2、3時間以上も余分に時間がかかった。そのため日本郵便やイオングループ、アマゾンなど、物流や小売の大手企業は配送遅延を公表した。また、京王電鉄バスや西日本 JR バスなど、バス会社も遅延や運休、ツアー中止を公表することとなった。そして高速道路の点検補修が進み、2012年12月29日には下り線を対面通行とすることで高速道路の上下線が暫定的に復旧した。完全復旧は事故から68日後、2013年2月8日に完了した。換気方式は横流換気を撤去し、ジェットファン換気となっていた。大事故にしてはすごく早い復旧ね。やっぱり日本の技術力ってすごいわ。あとは安全のためにどれだけ人が真剣に行動できるかってところよね。ああ。なお、トンネルを管理運営していたネクスコ中日本及びその子会社は業務上過失致死容疑で家宅捜索を受けたほか、民事訴訟で多額の賠償金を払うこととなった。以降、毎年12月2日にネクスコ中日本は、事故現場で黙祷及び献花を行うとともに、山梨県都留市で追悼慰霊式を行っている。また、
事故で下敷きになったワゴン車は同社の八王子支社にある安全啓発館にて展示され、社員研修の際に戒めとして使用されているぜ。当初設計した時は連鎖して崩落するなんて思いもしなかったんでしょうね。今の最新技術で作ったトンネルも、思わぬ落とし穴を秘めてる可能性があると思うの。いつか壊れる、だから絶対予兆を捉えるって気持ちで、しっかり検査を続けていってほしいわね。以上、今回は笹子トンネル天井板落下事故について紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。